南海八千系電車南海一万二千系電車、仙北高速鉄道一万二千系電車南海一万二千系電車は二千十一年九月一日より営業運転開始した南海電気鉄道の特急系電車である。本港では二千十七年一月二十七日から営業運転を開始した仙北高速鉄道が保有する仙北高速鉄道一万二千系に ついても記述する。特急、サザンに使用されている1万系特急系電車の置き換えのため、先に登場した2台目8000系をベースに設計、開発された。1万系の後継車種であり、グレードアップした設備などから、サザンプレミアムの愛称が付けられた。サザン2に編成導入後しばらく動きはなかったが、2017年に、戦クライナー用戦用車両として、 マイナーチェンジを図った20番台が1編成が導入された。JR グループ以外の鉄道事業者で特急系車両にステンレス車を導入している事業者は少なく、大手施設での導入は本形式が史上初となった。南海12000系の側面ステッカー。イラストは南海線と南海空港線を表現している。 南海12000系の愛称ロゴ車体は20メートル休憩量ステンレス、無塗装車体で8000系をベースに設計されており、車体断面形状は同系列と同一である。前面部分だけは造形、加工の容易な FRP 製である。前面中央部には貫通扉が設置され、他の編成と連結した際にも車内を移動できるように配慮されている。 連結した際に通路を覆うホロについては、南波方向の先頭車にのみ設置している。また、連結機についても、作業の容易な電気連結機併設密着式、連結機であり、両方向の先頭車に装備されている。貫通扉のワイパーは、連結面になることを考慮し、MC1 車には設置されていない。透過類も8000系と共通する配置だが、 全面下部に設置されている列車識別灯は同系列のものよりも大きく橋が吊り上がった形状となっており目を引くものとなっているこの識別灯は微灯と一体のもので光源には LED を使用する側面部分は各車両ともに片側一つの客用扉を持つこの扉は整備性を考えた一枚引き戸で従来をリードや プラグドアを採用してきた南海の特急系車両では初の試みであり、有効開口幅は約900ミリメートルとなっている。なお、中間車の2.3号車では将来の客室扉を増設することも踏まえて、その開口部を塞ぎ構え体により封鎖されている。屋根上には列車無線のアンテナやクーラーが設置されている。動力車はこれに加えて、 シングルアーム式パンタグラフ PT7144 バイトン型を搭載する。1万系には相性論語はなかったが、本形式では戦闘車両の中間用部に重複されている。また、1号車の化粧室部には何海の文字と何海線、空港線を表現したイラストを組み合わせたステッカーが重複されている。客室はデッキを介して外部と仕切られており、 特急軽車両としての居住性を満たしている。デッキ部分には、ゴミ箱のほか難波方向の先頭車には、飲料自動販売機と多目的室が設置されている。また防犯を目的に、防犯カメラが設置されており、映像が、蓄一、SD メモリーカードに記録されるようになっている。SD メモリーカードは専用の鍵がないと取り出せず、 専用のソフトがないと再生できない仕様となっており、個人情報の保護に配慮されている。デッキと客室の仕切り部分には木目調の扉が設置されており、センサーで反応する自動扉となっている。扉中央には窓がついており、窓の両側には換気のためにルーバーが設置されている。扉上部には LED スクロールによる案内表示器があり、 停車駅などの情報を流す。また、本系列には、特急サザン用車両としては初めて自動、放送装置が装備され、日本語と英語による放送が流される。座席は2プラス2列の回転式、リクライニングシートで、表皮は青字で細かい柄が描かれており、これは、南海線沿線の海の波をイメージしたものだという。座席幅は、 従来のものより広い 460mm 背面にはテーブルを備えており、また座席の前面内し側面の壁部分に AC 電源コンセントを1名あたり1箇所持つなどノートパソコンなどを使うビジネスユーザーを意識したものとなっている。また各座席の背面には私鉄の特急軽車両には珍しくフットレストが設置されている。鉄道車両では初となる。 プラズマクラスター発生器を全車両のすべての仕切り扉付近に左右に1台ずつ設置されている。仕切り扉にはプラズマクラスター発生器が作動していることを示すステッカーが重複されている。一部の車両にはトイレが設置されている。トイレは車椅子対応の大型のもののかに男性用小便器、女性専用トイレが設置されている。男性用小便器は近年 南海の駅でも導入が進んでいる。無水タイプで尿より、比重の軽い液体が蓋の役目をすることによって、匂いが軽減される。トイレの汚物処理装置も従来の循環式から、清水空圧式に変更された。またトイレの隣には洗面所を併設している。多目的室は、南波方向の先頭車両デッキ部分に設置されており、内部には、座席のほか、非常通報装置や、 鏡などが置かれている。普段は施錠されているが、授乳やおむつ交換等、他の乗客のいる場面でははばかられるときは乗務員に申し出ることによって使用することができる。主電動機の制御には、VVVF インバータ制御を採用しており、動力車に搭載された1台の主制御機、VF1HR1420V 型が1、両分4台の主電動機を制御するという、 いわゆる 1C4M 制御である。主電動機には、カゴ形3小誘導電動機のメガバイト5 0 9 1 a 2型を採用した。車内照明や、空調装置の電源用として静止系インバータの SH75 から 4045CE 型に、レベルインバータを MC1 社、T2 社に搭載している。戦国高速鉄道12000系。 仙北高速鉄道12000系は特急仙北ライナーの専用車両として2017年1月27日から運行を開始した南海12000系のマイナーチェンジ車である。仙北高速鉄道移管後発の新型車両でもある。統計列の車体や走行機器は南海12000系を基本とするが、形式番号の下2桁が20番台となるなどの 点が異なる。2016年10月29日から31日にかけて製造元の総合車両製作所横浜事業所を出場し JR 線経由で南海本線の和歌山市駅まで公衆輸送されその後公明池庫まで自力改装された。2017年1月21日にはデビューを記念して計200名限定で 南海本線を経由して羽倉崎車庫へ向かい、到着後に車両撮影会を行うイベントが実施された。南海12000系と共通設計のため、並結列車の設定がない、千木ライナー専用車両でも、貫通扉や電気連結器などの並結設備があらかじめ備わっている。イベントでの運転ではその特性を生かして、特急サザンの運用についた実績がある。 特急サザン運用時の戦北高速鉄道12000系。和歌山公駅にて、基本は南海12000系と同様であるが、こちらも各所に独自仕様が加えられている。変更内容は以下の通り、南海12000系の自由席車に用いられる、8000系、南海12000系と並結する9000系最初の編成は2011年2月に、 横浜市の東急車両製造で落成し、和歌山市駅まで JR 線を輸送されて南海の路線に入った。その後南海の車席を得て3月末から南海本線、高野線で試運転が行われた。同年7月4日には女性と子供を対象にした試乗会が8月20日には大手施設の車両では同系列が初作用となる。 プラズマクラスター技術の広報を目的とした親子向けイベントがシャープと共同で開催された。原則として南海本線の南馬駅和歌山公駅間で運行されている特急サザンの指定席車両として使用され、1万系と同様に自由席車両となる8000系、9000系、8300系4両と並結しての運用となっている。 そもそも速ブレーキを心臓当初より装備しているため、2011年の営業運転開始前の試乗会では、通常走行しない、お原田建尺や田名川線に入線したことがある。また、2014年10月11日に、巧妙池車庫で行われたイベントに合わせて、南馬駅巧妙池車庫間で臨時列車が運行され、仙北高速鉄道線で初の運転となった。 2017年8月現在、南海本線所属の12000系は、平日ダイヤでは1万系との共通運用、と休日ダイヤでは1日12便体制で限定運用されているが、戦国ライナーに運用されることもある。その際には12000系のサザン運用を減便する必要があり、1万系での運用に変更される。なお、南海12000系が、 千木ライナーで運用する場合には、1 2二千系、単独での運用となる。2017年1月時点で、4両編成2本が、南海電気鉄道に、4両編成1本が、千木高速鉄道に所属している。難波寄よりに、一般車両を4両つなげて運行するため、南海1 2二千系のもは1 2二千0 1型は、営業運転では、 千木ライナーのダイソーでしか先頭に立つことはない。千木高速鉄道12000系電車に関するカテゴリー。ありがとうございます。